本手とは、囲碁用語の一つ。急所をついた本筋の手で、一見足が、遅いようでやとあとまで一手の価値を失わない働きの、ある手のことである。厚い手と呼ばれるニュアンスに近い。他方、急所を外れたその場の間に合わせの手を嘘でとも言う。こうした、薄い手には、後々まで囲んが残る。じっくりした厚い本手を好む騎士は追い込み型で、 本格派の騎士とも言われる。藤沢秀行、大竹秀夫、高尾信二らが、その代表格である。ただし、厚がりすぎて、布石に遅れる場合もあり、それを避けて、要点を足早に選手して、逃げ切りを図るタイプの騎士もいる。星の定石の例。黒一と、五手でも一手入れておくのが本手。放置すると、A のを抑え込み、 B の飛びなど白を動き出す手が残る。小目定石の一例。かつてはここで黒1と当て、白2と継がせて先手を取っていた。しかしこの形は市長関係次第で A の霧が残り、隅に対する味も消している。そこで最近では後手でも黒1と下がる手が打たれるようになった。この形では A の霧は市長に関係なく取れる。また B から、 左辺方面への白の進出を止めて封鎖する手や、C の付けから隅を大きく寄せる手などが残る。現在では、よほど他に急ぐ場所がない限り、黒1の下がりが本手とみなされている。ありがとうございます。